す。楽屋トークでーすのお弁当編でございます。ちょっとねお仕事が押しとりまして、休憩時間が半分になりましたので、たったかたったったーと食べたいと思いますが、なんと制作会社のプロデューサー様からプロデューチャー様からもう食べているプロデューサー様から差し入れが鮭明太ということで、で私ねたまたまねセブン寄って、あのこのお漬物と岩下の新生姜、これはもう欠かせないと思いながら、で今日は私は豚の味噌焼きと、さっちゃんがトロホッケで、社長がのり弁、同じです、ふるさんと同じ、あ今日のり弁ないんですよツッコミがもう食べるの一生懸命でツッコミがなかったです社長をすると効果音が大変だから、はい、いつもねあのお魚を選ぶんですのよ奥様は、私はなんですけれども、あのなんたってこの差し入れがございましたから、これがございましたのでね、はい、うわすごいボリューム、豚味噌にナスが入っている、ね、にこれ何、揚げ物になんかザーサイが、揚げ物ザーサイに豚味噌にサラダに大根に鮭明太。さご飯、今日はお家のご飯じゃないので糖質オフ 45% ではなくて白いご飯でございます。これにですね今ね、あ映っちゃったお弁当に寄せられて、で今ね私がその鮭明太を取ってみんなに回さなくてはいけないというね大役を命じられまして、すいません、ちょっと、はい、ありがとうございます。それではおごそかに、これマナーではちゃんとテーブルの下でピンと割らなきゃいけないんですよね、でもパッていつもやっちゃうからね。開けます、開封、今我が3つでしたねもうね社長ね、私の編集してるとね面白くてね見入っちゃって、なかなか編集しないでそれで寝ないんですって、私のせいにしてるんですよ寝ないことを。今手を洗ってきて消毒しましたので、これほぼ鮭ですよ、これほらほぼ鮭。じゃあちょっとこれ、あ柔らかい、あのこの通販の回し物ではございません通販番組の収録なんですけど、この回し物、私このぐらいいただきます、あピントが合わない、いただきます。これにですねちょっとこれにドバッと乗せて、もう食べる時間が10分5分もう、でももう10分もないか、着替えなきゃいけないから、いただきました。みんな箸使っちゃった、じゃあ私がどのくらい入れますか、さっちゃんは。ありがとうございます、少しで大丈夫です、少しで、ありがとうございます、すいません、あもうありがとうございます、貴重な、まあ、ありがとうございます、帰った時お土産かこれ冷蔵庫入れといて、ここ冷蔵庫がついてるからね、うん、もう食べ終わっちゃう、社長ね早いからねすぐ食べ終わっちゃうのちょっとまだ私箸を使ってないのでね、でね、みんなが食べ終わる頃に私が食べ始めて食べす、そう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 、だってあの幸せはみんなで分けないと。もらえる、お漬けのどれがいいですか、どれでもいい、いや残ったのでいい、じゃあ白菜あげる、白菜の硬いとこ白菜と高菜と、はい、あ、いいですか、ナス、はい、あ、キュウリ、すいません、キュウリと、すいません、ありがとうございます、あ、こんなと、大根、ありがとうございます、ゆず大根、はい、ゆず全部いった、はい、待って、私こんなにいいかしら、うん、岩下の新生姜は、うん、岩下の新生姜、あ、一本というか一本、すいません、ありがとうございます、配給制ですのでありがとうございます、あ、そんなんでいいの、ありがとうございます、ちょっと待って、いきます、はい、はい、ちょっと待って、私これおかずいらなくない本当に
これでしょ。だって私の好きなもう本当に漬物にご飯っていうこのこれでもう一つのお弁当だわよね。あ、もうみんな食べ終わっちゃう。私まだ一口も食べてないんだけど。全然食べ終わんない。これで一つのお弁当だよねこれ。いただきます。この鮭明太なんかね、あの食欲がない時でも私の食べっぷりを見ると皆さんねお腹が空くって言ってくださるんですけど、そんなに食べっぷりですか。そんなことないと思うんですけど、いただきます。うんまっ。私怖いこと思い出した。昨日あの行った先でアップルティーとなんかこんな大きなチョコレートもらって、で夕飯近くだったの、買い物もね家族の買い物も食べ物も買っていかなきゃいけない、でチョコレートを口にポンと、あの道歩いてて誰もいなかったのにちょっと歩きながらポンとしようかなと思ったら、待てよ、こんなに大きいってことは昔ウイスキーボンボンとか言ってなんかこう丸いものには必ずなんかブランディとか入ってるっていう感覚が、あ、これはちょっとここで酔っ払ってはいけないと思って、それをですねバッグの中にビニールにも入れず紙にも包まずそのままバッグに入れてちょっとバッグの中チョコレート潰れてるかもしれない。すごいことも思い出した。なんで思い出したんだろう。あ、これが一口がまん丸だったからだ。これ入ると思います？なかなかここまでは入らないかも。おかずまでかな。今日夜中までってことはこれは夜夕飯も出るんですかね。初めてのパターン。初めてのパターンで意外とここ早く終わるからね。これはねお土産まで行かない。鮭明太これ東京で売ってんのかな。これ お弁当にいいけど空港に行ってる。福岡空港に行ってくださいってことですか。これは入って左側にしか売ってないって言ってました。広すぎてどこが博多製造株式会社中見様、ありがとうございます。いただきます。ちょっとおかずの感想を言ってガバッと食べて仕事行ってきます。まず豚味噌はやはりナスがついているのでナスと一緒にいただきます。いただきます。さっちゃん、はい、豚味噌正解だよ。なんか一番嬉しいだったそうです。今日のやっぱり、はい、これは全部食べないと仕事できない。味付け美味しい。トロホッケって油が乗ってるっていう意味かな。ある感じですか。ホッケだった。うん、うん、これは身がちょっと熱いんですか。これなんだろう、身が熱い。はい、ちょっとお餅みたいな。これ何、これザーサイがついてる。これ山芋っぽいですけどどうですか。わかんないですけど違う。うん、しっかりお豆腐です。あ、失礼します。お豆腐を水切りして片栗粉で揚げた感じですね。いやこう久々にこのご飯をかき込むっていうのは久々の。いやこれ全部食べたいでしょ。これもう時間でもう着替えていかなきゃいけない。これ全部食べたいでしょ。これ私3分じゃ無理だな。でも5分あれば食べられる。大根、ゆず大根おいしい。え、こっちにもゆず大根が入って、ゆず大根じゃないか。大根の筋が、私大根おろしにしちゃうけど角切りにしてつけるのもいいの。
よかった、私今日白菜の酢漬け作ったら持ってこようかなと思ったけど朝早すぎて忘れて、とにかくあのおかずを先に食べます。うん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 、今日のお衣装ねシースルっぽいんですよ、なんか中にちゃんと着てるんですけど、みんなが作ってるとか言って隣の出演者の人が、うん、見てくれて、うん、キャベツが憎い、生じゃない、ほらこうやって手間かけないとね、うん、程よくシャキシャキということで、すいません、なんかドタバタ楽屋クーミン弁当に、クーミンズキッチンじゃなくてドタバタクーミンお弁当になりましたが、もうお弁当ね、楽屋のお弁当を見たいって言っていただいて本当にありがとうございます。なので図に乗ってお弁当のシーン撮りました。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。それではまた食べて行ってきます。こんなメンバーでした。食べてる食べなきゃね、夜中までだと、いやいやのどだのせーの、夜中までだからね、頑張ります。それでは寒いね、これかよー